はい、どうもレインチャンネルです。やってきました日曜日ブランド紹介ですね。今回はボリューム12になります。前回 AKM やりまして結構有名なブランドをやったので、今回はちょっとマニアックなブランドをやろうかなと思います。もしかしたら YouTube 上にもあんま上がってないブランドかもしれないです。ちょっと調べてないんでわかんないですけど、やっていこうかなって思います。今回やるブランドはブルーナボインというブランドになります。あの下出てると思うんですけど、ブルーナボインっていうブランドなんですけど、まあブランドのまあ背景を説明していきますと、ブランド創設自体は1997年の創設ですね。まあ、結構長い間やってるブランドなんじゃないかなと思うんですけど、ブランドの雰囲気というか空気感的には時代や流行にとらわれない服作りを追求してっていう感じですね。まあなんか語り継ぐ服みたいな感じでやってるブランドになります。写真とか出していく前に説明しますと、基本的にはスタンダードなシルエットが多いブランドになってます。すごいスリムにするためにシェイプ入れしたりとか、アームホールがむっちゃ細いとか、そういう感じではないです。前回の AKM がものすごいアームホールが細いブランドでしたけど、今回紹介するブルーナボインはそういうんじゃなくて、あの結構スタンダードな形をしています。なので着やすいブランドだとは思います。基本的には結構いろんな雰囲気にも挟んでいけるとは思うので、いろんな人が着れるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ結構マニアックなブランドなんで、取り扱い手もそんな多くはないと思うんで、知らない人も多いかなと思うんですけど、意外と結構いいもの出してるぞっていうブランドですね。まあいつも通り決して安いブランドではないんですけど、そんなに癖は強くないです。ミューキリューっていうブランドをやった時ほど癖は強くないです。あれは尖って癖強かったんで、あんまり癖の強いブランドではないですね。でまあちょっとルック画像1個出していこうかなと思うんですけど、こちらになります。まあ今期のルック画像なんですけど、個性的ななんかスタイリングなんですよね。この日本のブランドなんですけど、結構個性的な感じで、こっからだとすごい使いづらそうな風に見えるんですけど、実際のアイテムは使いやすいです。やっぱルックっていうのはなんかその見せるために着せてるので、どうしてもインパクトあるようにデザインというかスタイリングを組んでいくので、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、でも多分今期のテーマ自体が結構オールドな雰囲気がテーマなんでしょうね。このリーゼントの感じとか見る限り、まあ、結構面白いブランドではあると思うので、ちょっと紹介していこうかなと思います。一番推したいアイテムがありまして、こちらになります。サイレントビリーシャツというシャツなんですけど、このブランド紹介をずっと見てくださってる方もいらっしゃると思うんですけど、またかと思われるかもしれないんですけど、僕がこのブルーナボインで一番推したいのはこのサイレントビリーシャツっていうシャツです。またディガメル時と同じパターンかって思われるかもしれないんですけど、あまあ似たようなもんですね。僕はここのシャツがすごい好きです。で他にもシャンブレシャツとかもあるんですけど、シャンブレシャツを紹介したかったんですけど、多分今季出てないと思われるんですけど、この結構ウエスタンシャツっぽいシャンブレシャツも出してるんですけど、それもすっげえおすすめなんですけど、まあサイレントビリーシャツ最強だなっていうふうに思って今回紹介しました。結構色も多色出てるんで、今回紹介してるのは結構まあベーシックな色紹介してますけど、結構イエローとか派手な色があったりとかするんで、まあ定番の方のシャツですね。襟が小さめで結構しっかりした生地感になってますね。着丈は少し短めになってるので、まあアウトで着る感じですね。まあタックインちょっとワンサイズ上げてタックインもできると思いますけど、基本的にはアウトで着る印象なのかなっていう感じのシャツですね。まあここまでだとまたディガベルと同じ紹介になっちゃうんですけど、まあブルーナボインのシャツ、このタイトすぎないのがいいんですよね。タイトフィットなブランドのシャツもいいんですけど、ディガベルの時も同じなんですけど、このベーシックな形っていうのがよくって、その中で良さを見せていけるっていうのがまたブランドの力なのかなっていうふうに思ってるので、まあ、またこういうシャツの紹介になりましたけど、サイレントビリーシャツ超おすすめです。まあそれだけ言うとこれで動画終わりっぽいですし、これがおすすめないのかってなっちゃうと思うんですけど、まあそんなことないんですけど、まあ一番のおすすめはこのサイレントビリーシャツだよっていう話ですね。で2個目におすすめしたいのがこちらになります。まあいきなりレザーアウターになるんですけど、レザーのカーディガンですね。基本的にブルーナボインって国内で生産してるブランドなんですけど、このバットっていうラインに関しては海外で生産するラインなんですよね。まあ、要は海外にも自社工場のある日本の素晴らしい革屋さんと知り合ってスタートしたっていうラインなんですけど、ラムレザーの、まあ、シープスキンですね、ラムレザー
まあシープスキン、まあ一緒か、一緒だと思うんですけど、のまあ結構上品な品のあるカーディガンになってるんですね。写真ではちょっと分かりづらいかもしれないですけど、そこそこ緩めなシルエットになってます。なのでピタピタって着るようなカーディガンじゃなくって、少し緩く着れるカーディガンな、レザーのカーディガンになってるので、これ結構春とかでも使えるし、このネイビーの色合いがすげえいいなと思って、今回僕はこれを紹介してるんですけど、こういう風にこういうレザーのカーディガンとか面白くないですか？あんまないじゃないですか、レザーのカーディガンって。レザーライダースとかいくらでもありますけど、レザーのカーディガンってあんまないなと思って、まあ、こういうなんかちょっとなんつうんだろう、かゆいところに手が届くというか、そういうなんか小粋なもの出すのが結構ブルーナボインっていうブランドで面白いんですよね。価格の方がこれで確か9万円ぐらいかな、確か価格の方が。なんでまあ安いか高いか人それぞれだと思いますけど、まあ比較的抑えめなのかなっていう印象ですね。まあただそのシルエット的に絞ったシルエットじゃないんで、多くの人が着れると思うんで、これいいんじゃないかなと思います。厚手のもの仕込めますし、なんか厚手のニットとかも着れるし、なんだったらこれインナーにして上にコートとかアウター着れるし、使い勝手結構あるんじゃないかなっていう風に思いましたね。このカーディガンノーカラー あのレザーとかって結構今出てると思うんですけど、なんかノーカラーでもなくってレザーっていうのがまたいいのかなっていう風な印象ですね。まあもちろんシャツを着て行くのもいいですし、下にタートルネックのニットとか厚手のニット仕込むのもいいでしょうし、インナーにするのもいいでしょうしっていう意味で、結構使い勝手むっちゃいいんじゃないかなと思ってこれ紹介してます。あと個人的にいいなと思ったのがこちらになります。ヤングライダースシャツって名前なんですけど、別にライダースとかではないんですけど、コットンを起毛させてちょっとフリースみたいな風合いにしてるんですよ。だからフリースではないんですけど、あくまでもコットンなんですけど、フリースみたいな風合いにした、まあヘンリーネックですよね、まあの、まあ、カットソーって言っていいのかシャツと言っていいのか微妙なとこなんですけど、こういうのとかもいいっすよね。なんか僕はボタン開けて V ネックとか見してもいいなと思いますし、なんかインナーとかに使ってもいいし、あの裾がラウンドカットになってるんで、ほんとシャツ感覚で使えるのもいいなと思ってこれ紹介してます。なんかこういう風に結構面白いもん多いんすよ。なんかこんなんだって結構使い道結構あるじゃないですか、けどあんまありそうでないデザインなので、ブルーナボイン本当面白いんですよね。あんま有名ではないですけど、ハリウッドランチマーケットとかああいうの好きな人は知ってる人いるかもしれないですね。あとロロとかその辺好きな人は結構知ってる人いるんじゃないかなって思います。でちょっと今下に出てると思うんですけど、僕が第3弾でやったノリ小池ってやったんですよ。まあそのノリ小池の取り扱いしてるショップで結構取り扱ってることが多かったです。今のりこ池の取り扱いがほとんどあんまないと思うので、ちょっとのりこ池の取り扱いで調べると見ててこないんですけど、当時は結構のりこ池のデザイナーさんがまだ健在だった頃は、あの結構ブルーナボインやってるお店も結構ありましたね。まあそんな感じで結構おすすめですね。おすすめはシャツなんですけど、シャツ紹介してるとまたなんだろう、ディガベルの時と同じことになってしまうのでちょっとあれですけど、こんな感じで今回まあ紹介はしないですけど、アクセサリー類もすごい面白いデザインのも多いんで、アクセサリー類も結構おすすめですね。ちょっとマルジェラに近いような雰囲気のデザインが多いのかな。あとはそうっすね、結構ソックス類とか、あと財布とかキーケースとか、そういう小物類も充実してるんで、そういう意味ではディガウェルに結構近いブランドですね。ディガウェルの方がコレクション性がものすごい強いブランドだとは思うんですけど、こっちはもっとカジュアルなコレクションブランドなので、似てるようで違うんですけど、まあディガウェルとは間違いなく相性いいでしょうね、きっと。まあディガウェルは僕はシャツしか買わないんでね、まあちょっと小物買ってもいいかなと思ってますけど、そういう使い方したことないですけど、ブルーナボイン本当に面白いですよ。まあ名前も面白いですけどね、あんまり本当に見かけることのないブランドなんじゃないかなっていうふうに思います。まあね、前回 AKM やって今回この差がすごいですけど、まあブルーナボインのシャツと僕 AKM のデニムとか履いてたことあったと思いますね。あと下にブルーナボインのさっきのサイレントビリーシャツ着て AKM のレザーとか、そういう着方してたこともありましたね。ブルーナボインはあのアイテムを結構探してる時に、なんかこういうのが欲しいと思ってる時に見つかんない時にふわっと見ると、あるじゃんと思ってあの買えるブランドなんですよね、ブルーナボインって。あ、なんかあここにあるじゃんみたいな感じで手の届くようなとこにあるようなブランドなんで、そういう意味で
いろんな、なんか例えばシャツ欲しいと思ってていろんなブランドで検索したりとか見に行ったりすると思うんですよ。そんな中で出会ったのがブルーナボインだったんですね、僕は。で、そういう風に探して、デニムは買ったことあるんですけど、デニムは多分スキニーは出してないと思うんですよ。多分スキニーでっていうニュアンスのブランドではないので、あのスキニー欲しければちょっとブルーナボインでは見つけられないんですけど、そういう意味で結構なんかこういうのが欲しいなって思って探した時にブルーナボインだったらあったみたいな出来事は僕は結構あって、それ何回か買ったことありますね。なんか今やってるかどうか分かんないですけど、確かアメリカンラグシーでやってたような気がするんですよね、確か。もうちょっと定かじゃないですけど、当時昔はやってたような気がしますけど、あとビームスかな、確かってやってた気がしますけど、まあそういう感じで面白いもん結構あるんで、ぜひなんか見てもらえればと。あの公式ホームページ貼っときますので、そこにオンラインストアあるんで見てもらえればなって思います。まあ他にもね、あのブルーナボインで検索すれば普通にいろんなショップ出てくるんで、そのショップ様々で結構着方も違かったりするから、あのいろんなスタイリングの参考になると思うんで、まあ、僕的には全身で固めるっていうよりは一点をなんかどっかで差し込むっていうスタイリングがおすすめですね、ブルーナボインに関しては。あの全身で固めるとちょっと若い雰囲気になるのかなって印象ですね。だからちょっと僕的にはディガウェルと同じような印象を抱いてますけど、まあ、全身で固めても普通にかっこいいブランドだと思います。まあ、僕の好みでは点で使うっていうだけなので、全身でも全然あの問題ないと思います。結構ねアウター類も面白いもん結構あるし、コーディロイのコートとか結構出したりとかするんで、ぜひもしよろしければ概要欄の方から飛んでみてもらえればなっていうふうに思います。で、今回のボリューム12はブルーナボインっていうブランドをやりました。まあ、こんな感じで終わろうかなと思うんですけど、次回もちょっとまたマニアックなブランドになるのかな。まだ撮ってないんですけど、まあマニアックなもんやろうかなと思います。ちょっとどういうジャンルのものをやるかわかんないですけど、今日のブルーナボインも結構思いつきだったんで、決めて撮ってたわけじゃないんで、いろいろ自分が買ってたりとか、自分の今秋冬欲しいものとか探したりして、その時に見たのが、あ、ブルーナボインいいよねとか思って今回これ動画にしたんで、ちょっと次の10ボリューム13もちょっとどうしようかなってまだ考えてるところなんですけど、多分有名どころでは多分ないんだろうなっていうふうに思ってもらえればいいのかなと思います。まあちょっと癖が強いものになるのかベーシックなものになるのかちょっとわからないですけど、まあ、来週もまた面白そうなブランドを紹介していけたらなっていうふうに思います。で、今回はこれで終わりにしようかなと思います。で、いつもお願いしてるんですけど、Twitter と Instagram のフォロー、ぜひよろしくお願いします。概要欄の方に直リンク貼ってるので、もしよろしければあのフォローしていただけたらなというふうに思います。あとは、グッドボタンのチャンネル登録の方、よろしくお願いします。今回はこれで終わりにします。ありがとうございました。I'm sorry but it's evident You're on your phone 24/7 No reply when I text at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you